ドクトルマンボウ青春期は、北森尾のマンボウものと呼ばれる随筆の一つ。婦人公論2967年6月号から1968年3月号まで連載された後、3章文の書き下ろしを加えて、1968年3月に中央公論社より刊行された。1968年の年間ベストセラー第1位。 1969年2月には第7回婦人公論読者賞を受賞した。北森尾の戦争末期の麻布中学在籍時代から旧制松本高等学校を経て東北大学医学部入学、そして父親の斉藤も吉が亡くなるところまでが描かれている。この作品では主に空襲の激しくなった東京を離れて入学した旧制松本高等学校。 死生寮での急性高校生の生活がパワーあふれるタッチで描かれている。本作の土台となった北の日記は、後に、ある青春の日記と題して公表された。本作の姉妹編にあたる自伝的作品として、出生から小学生時代までを描いたドクトルマンボー追想記と、大学卒業後の慶応義塾、大学病院医局時代を描いたドクトルマンボー医局記がある。 早坂明のダウンタウンヒーローズ、井上久しの青葉シネルレルと共に、王子の学生技術を懐かしむ読者を持つ。北森雄自身は、後、1977年に北森雄選集第13巻に、青春期を収録した際に、その月報において、次のようにコメントしている。この、青春期は、ハードカバーでは、私の本のうち最も売れた一つだし、 読者の手紙にもこの本について触れていることが多い。大抵は昔の旧正高校に憧れるという内容だ。私としても我が人生で一番懐かしいのもこの旧正高校時代である。6.3、賛成という制度には疑問も抱いてきた。しかし若い読者の意に背くようだが今の世に昔のままの旧正高校を復活させたとしても一種の アナクロニズムに過ぎないであろう。私は日本人にとって最も必要なのは個人主義だと思う。かつての旧制高校の寮において、西欧並みの個人主義を貫き通すことは難しい。ありがとうございます。